何が起こってやがる。飛行手一体向かってきます。面白い面しやがって。お前ら腹をくくれ。今は考えている時間がない。皆立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を頼む。あの大型飛行士を仕留めろ。了解。目障りな野郎だ。てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します兵長。手強そうな奴だが、俺たちなら俺たちの力見せてやりましょう。邪魔だ。
こそ。あれは自由の翼。おい、ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォール・ローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。